はい、カバーチボクロカッパ園長です。で、今度はね、中国の高速鉄道と日本の新幹線のお話ですかね。なんか中国高速鉄道よりもね、日本の新幹線がね、世界中で信頼を得ているっていう事実。まあ、それは事実じゃないですか。で、これをね、中国の人はやっぱりね、受け入れられなくて、ね、まあ、逆ギレするっていう、そういうお話かな。タイ、まあなんか舞台はタイらしいんですけども、タイの人たちはなぜ中国の高速鉄道より日本の新幹線の方がいいと思ってるのか、まあなんかそんな記事があるんでね、2015年に、日本の国土交通省とタイの交通運輸省が東京でバンコクからチェンマイ、間の高速鉄道の建設協力に関する合意文書に署名したことを紹介。このプロジェクトをめぐっては日本の他にドイツ、そして中国も名乗りを上げていて、中国が条件的に優位と見られたものの最終的にタイ政府は日本を選択したと伝え、その背景には太陽論の日本に対する強い愛好ぶりがあるのだとした。好き嫌いじゃないんだけどな、そもそもが。でそして日本は16世紀よりタイ王朝と交流があって、当時の中国大陸の明王朝がタイに対して皇帝の恩恵と王朝の強大さを振りかざし接触を試みたのに対して日本は経済や文化の交流という現実的実務的な交流を積み重ねていき互いの関係を深めていったのだと説明。現在タイでは日本料理が広く愛されているほか、タイ国民の日本に対する好感度は 97% と非常に高く、世界的に見ても最も親日的な国であるとした。また、日本からタイに輸出される製品の 95% が税金などの面で何らかの優遇措置を受けていると伝えている。さらに日本は戦後にタイの経済支援を積極的に進め、これによってタイも経済的な窮地を抜け出すことができたと指摘。さらにタイの王室は日本の皇室と親密な関係にあることも政府の意思決定に大きな影響を与えているとした。で、記事では最後に今や世界を代表する技術と規模を誇る中国高速鉄道が。日本の新幹線には及ばないとタイで考えられているのはタイの世論に今なお日本びいきという感性的な思考が働いているからだと結論付けている。タイ国民が悪いって言ってるんだ。へえ、そういうとこじゃないですか。中国のね、何かしらメイドインチャイナが受け入れられないのは。だって嘘ついて騙すじゃん。ねえ、インドネシアで何起きたっけ？てか中国本土で何起きましたっけ？そもそも。ね、ずっこけたら全部丸ごと埋めちゃいましたよね。まあこれが決定的だったでしょう。ね、そりゃどこの国の地域の人たちだってね、なんかあった時車両ごと埋められたなんて誰も思わないでしょ。嫌ですよね。だからね、この信用とか信頼の積み重ねっていうのが分かんないんですかね。この中国とかさ、まあ、特派の連中、大人の人も含めてね。まあ、中国高速鉄道にはね、なんだろう、サービスでね、ブルドーザー100台とかついてくるのかな？埋める時用にね。だって埋めるところ全世界に生中継されてたじゃん。ね。だって乗客のね、なんかこう、安否確認とかね、遺体の回収とかね、そっちのけで速攻埋めましたからね。あれはないでしょう。ね、遺体って言ってますけど、もしかしたらまだ息があった人だって絶対いたと思いますよ。なぜこの事故が起きたのかっていう証拠がたくさん詰まってるはずのね、この運転台と、先頭車を真っ先に埋めるあたりがね、まあ真の原因を解析する、まあなんか勇気がないというか、共産党だけはすでに原因を把握していて、党上層部に責任が及ばないようストーリーをでっち上げたんじゃないですか。まあ当時散々言われてましたよね。ね、それを言うんだったらインドネシアのね、高速鉄道完成させてあげなさいよ、まず先に。ね、アメリカでも確かポシャりましたよね。で、インドネシアはね、迷惑な話ですけど、日本にまた泣きついてきてるわけでしょ。そう、だってさ、ね、もう完成、去年だよね、2020年完成予定だったでしょ、最初。だって、いまだになってさ、ね、何にも話進んでないんですよ。スタートも切れてないんだよ、これ。ね、工事開始すらしてないんですから、完全に詐欺じゃないですか。まあこのインドネシアの中国高速鉄道の件はね、まあググって調べていただければいくらでもね、ネタ出てくるんで。まあ妄想してないでさ、中国の人は、じゃあもう直接タイの人に聞いてくればわかるじゃん。ね。まあ聞くとね、もうこの記事がね、おじゃんになりかねないから、まあなんか中華思想をね、爆発させてるだけなのかな。あとはほら、中国の借金地獄、ね、何もかも港とかさ、ああいうのなんかこう、抑えられちゃうのを恐れてるとか、ね、ただより高いものはないってことをタイの人たちは知ってたってことですよね。インドネシアとは違うんですよってことかな。うん。まあ、結局ね、インドネシア、あれ以来鉄道事業については日本側にはもう徹底的に無視されてるんで、まあ、これはもう自業自得ですよね。しょうがないです。うん。だからまあ、今日もちょっとこの後の動画でね、このインドネシアとこの台湾のね、こっちはワクチン、コロナ対応での比較なんていう話も出てきますけど、まあインドネシアみたいなね、だから今回のこの高速鉄道ではインドネシアとタイの違いっていうのかな、ね、もう分かりきってるじゃないですか。ね、中国と手を組んだインドネシア、ね、じゃなくて日本と手を組んだタイ、ね、何が違うんですかって言ったらもう答え出てるじゃないですか。そういうとこですよ。うん。ね、なぜと思うなぜがわかんねえよ、逆にこっちとしては。ね、うん。まあだから事故直後にね、列車埋めようとした映像、あれは衝撃的でしたよね。原因追及など全く念頭になくて、事故そのものをなかったかのようにする意欲満々でしたから。うん。まあ日本の場合は現地ゼネコンと協業して進めるんでしょう。でも中国の場合協業どころかね、作業員も何もかんも関係者全部本国中国から送り込まれてくるじゃないですか。で、そのまま現地に居座って、ね、コロニー作っちゃうんでしょ。うん。だから高速鉄道なんていうのはおまけ。ね、おまけにもなってない。うん。ただのなんかこうね、中国人を派遣する、ね、建前ですよ。ね、だから嘘ついてんですよ。うん。その国地域、ね、そのエリアにさ、ね、中国人コロニーを、ね、コミュニティを作って、なんかもうなんか乗っ取りのね、準備ですよ。ね、そういう作戦です。ね、政策なんで。うん。だからこんなもんね、受け入れてるインドネシアがおかしいんですよ。うん。だって工事進めてないのにさ、ね、うん、送り込まれた中国人ってそのまま居座ってんでしょ？うん。まあだから中国製をね、例えばもう実際この高速鉄道、ね、中国製をね、安全だとね、騙せるのはまあ情報統制された、まあ中国と、まああとはそのね、うん、まあロビーというか裏から手回されてね、引きずり下ろされた。まあ例えばインドネシア政府のね、この政府高官なんかが、ああいう連中がそうですよね。うん。まあでも、じゃあ100歩譲って、ね、中国の、このまあ何かしらメイドインチャイナの技術、ね、能力、ね、性能が、まあじゃあ日本の新幹線と同等だったとしましょう。うん。じゃあ中国人その人たちに聞きたいんですけどね、日本人と中国人、ね、日本製と中国製のね、どっちから物買うんだ、ね、どっちを選ぶんだって聞いてみりゃいいじゃないですか。ね。だって中国国内ですらね、日本製品に偽装してるような企業ばっかじゃないですか。うん。で、なんかもう、誰彼構わず、ね、日本の何かはもう片っ端からなんか登録商標して、そんなことまで始めちゃうのが、もう何年も前からね、うん、横行してるんでしょ？うん。だから結局、中国人がそもそもね、中国人とか中国企業、信用してないじゃん。ね。だからみんな中国、ね、かつてはね、この日本、なんかこうブランドもんとかもね、うん、なんでわざわざ日本のね、この銀座とか来てね、この大人買いするのかなって言ったら、中国国内のね、ショップで、ね、中国人が手に触れたね、なんかビトンとかグッチとかは、中国人信用してないからね、うん。だからこうね、そのなんか欧州に直接買いに行ったりとか、ね、日本とか、うん。別なね、そのね、なんかこう、ブランドショップでね、ブランド品買い漁ってたんでしょ？お金持ってる人は。うん。それでね、中国人ですら中国人を信用してないんですよ。それを他国に売り込もうとしてね、うん、受け入れられなかったからって文句つけられても意味わかんないよね。ね、うん。だって自国の人間からも信用されてないんですよ。うん。そんなもん他国で受け入れられるわけがない。うん。だって結局ね、中国だってこの富裕層っていうのかな、うん、中国共産党党員の上の方に近い人たちなんかはさ、ね、問答無用でね、例えばなんか日本製選択したりするわけでしょ。うん。まあ日本のこう会社がね、なんかおむつだっけ、現地生産してしばらく経って、それでも彼らは日本からの輸入品おむつ買ったりしてるわけですよ。そう。だからね、結局、その、一旦この中国に来て、何かしら中国人の手に、触れた、ね、中国人とか中国企業を経由したものを中国人が信用してないんですよ。うん。そんなもんをね、よその国に売り込もうっていう、そっちの神経疑うよね。うん。まあ、せめてこの高速鉄道に関してはね、インドネシアのやつをね、完成させてから言うべきなんじゃないの？って思いますけどもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。